さーて処刑執行だねー。来ましたね。しかしすでにこの地は毘沙門天の手の上。上杉全軍包み込みなさい。お前さ、俺のことをさ覚えてるよね。ねえ、ねえってば。ねえ、なんだこいつ、止め金が外れてる。そのものは人であることを捨てた。あんな奴を剣心様に近づけさせてなるものか。私が始末する。あれも強靭とはいえ一振りのつ。重々気をつけなさい。はい、行ってまいります。剣心様。誰が呼んだか。いや、呼ばれずとも俺は来る。眠れし無敵直江兼継ぐ三十王。さあ、三人の陣を指揮させよう。俺らを落とされればハサミを打たれるのみぞ。とにかく目立つ。絶対目立って主人公。惑わず御仏の元へ。又兵衛様、あの竹中半兵衛と親友って本当ですか。なんだって。そう、所詮私も器持たざる者。無人の心のままに戦いなさい。かしこまり候。皆の者、砲塔となれ。霧に紛れる影として敵を惑わせるのです。万が一に無駄目な戦は見せられない。もう死ぬ、もう死ぬだ。お前の顔も装束も何もかも真っ赤に染めてやるよ。まだ助かる。急ぎ救い出すんだ。泰山明道、残るは水一匹なんてね。これほどまでとは思っておりません。あなた様の振るわれる宝具の中に私も。無論美しき剣、毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。あの方のお心打ちが私などに分かるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。私など最良の宝具と語ってくださった、その思いに応えるため貴様を倒す軍神の剣は膝をつかない。悪行不動、未来に動く中へ。剣心様、お願いです。逃げて。
我が軍を阻む者なんてありはしねえ。心が欠片でも残っているのに、危機の際、不造に生来人の身に宿りし、それを汚れと断ずること、人には頭はねえ。頭悪いお説教ですか。いいね、続けてくださいよ。しかし憎悪によって身をやつ人の弱きそのもの、己に負けてはなりません。己に負けてはいけません。なら俺様に負けてください。人一人導け、所詮私を。こいつは痛えよ。